安倍首相のですね、政治が、大きく変質しました。変質の兆候が見えたのは、現在が1919年なんですが、去年1918年のですね、秋口ぐらいからですね、少しずつ少しずつ目立った変化が見られました。例えば、憲法改正がですね、非常に大きく、改正の議論が非常に大きく後退したこと、それから安倍さんが首相になるにあたってですね、絶対に自分のが首相になった時にやるんだと言ってた、拉致問題がですね、これも大きく後退したこと、それから、アメリカとの連盟を強くしたのに、アメリカが中国と対決し、台湾の擁護に回るとですね、中国とのむしろ接近を図るという態度に出たこと、それから韓国の、との対決思想も弱まったこと、それから北朝鮮の原爆もしくはミサイルなどに対する防衛網に対する考え方も後退したこと、さらに、消費税8%から10%に上げるのに対して、相当の国民や経済学者が反対したにもかかわらず、言ってみれば強硬にもならず、何気なく10%まで上げたことであります。もちろんこれらの安倍さんの政策の変遷というものがです、変質がですね、野党の安倍さんに対する攻撃とか、野党そのものがですね、一体憲法改正はどういうことなのか、いや、その憲法改正に反対していることは分かってるんですが、国防というものをどうするのか、中国政策をどうするのか、拉致問題に至っては全く態度を明らかにせず、アメリカとの同盟の関係も明確ではないと、いうような状態でですね、野党というものがほぼいないのと同然だったということも、別の機会によく考えてみなければいけないと思うんですね。で、11月15日、このブログを録音してるのが11月16日なんですが、11月15日は横田めぐみさんが、若干13歳だったと思うんですが、で、新潟から北朝鮮に拉致された日にあたります。それからすでに40年以上経ってですね、本当にもう、今更もし何か解決したにしてもですね、人生において13歳からの40年以上の年月というのは、ほとんど人生を失ったに等しいわけでありますので、拉致された方々のことを思えば、もうすでにですね、拉致問題はもう解決しても未解決になってしまったと、いうことになると思うんですね。それから経済を見ても、アベノミクスというのを立てて、いろいろ施策は取りました。一番目立ったのは、日銀総裁に黒田さんを任命して、大きな金融緩和をやったということでありますが、それもほぼついえました。そして最近では桜の会で追及されていますが、これもですね、安倍さんが首相になってから、もりかけ問題、この桜の会の問題のようにですね、国政のほんの塩をまく端のスキャンダルのようなものだけをですね、国会が取り上げてきたと、いうことにも、この安倍政治の変質というものの原因があろうかと思います。私は虎ノ門ニュースでですね、この安倍政治の変質は、私の考えではもう安倍さん諦めちゃったんだと、日本を首相として少しでも良くしようという熱い心を失ってしまったんだということをお話しました。熱い心を失った第一の理由は、もちろん直接的理由は、野党の、だらしなさというか、意味のない攻撃にあったと、考えられるわけですね。というのは、私がそう思うのはですね、やはり安倍さんも人間ですから、毎日毎日国会でですね、もりかけ問題って本当につまらない問題だったわけですね。加計学園の獣医学科の学部ですかね、の創設問題っていうのは、私なんかは文部科学省のことや文部科学政策っていうのは比較的詳しいわけですが、
中央教育審議会にも専門委員としてもいたこともあり、まあ、大学での大学改革にも携わったことがあり、また中高一貫教育などのですね、ことも取り扱ったことがあるわけですが、文部科学省ほど、まあ言ってみれば不要な、全く不要な、官庁であり、かつ、本当にこう腐ってるというかですね、もちろん能力的にも問題なわけです。文部科学省の役人というのは、日本の文部科学行政、つまり学校とか研究所の行政を携わってて、ものすごい威張ってるわけですが、自分は全く教壇に立ったことなく、研究に携わったこともないという、素人集団であるということですね。もちろん、まあ、アメリカやヨーロッパのような先進国は、すでに日本型の文部省というのは持ってないわけですね。まあ、それに散々かき回され、むしろ、文部科学次官は、天下り斡旋で有罪になって途中退職した。その人が安倍さんの政治を邪魔した。それを、野党と朝日新聞が支持したと、今こんな感じになったわけですね。もちろん憲法改正、その他の問題については、自民党ですね。自民党の一体誰が憲法改正や、アベノミクスを支持してるのかわからないぐらい、安倍さんが攻撃にさらされるのを見て、それをまあ言ってみれば眺めていたっていうことですね。安倍政治を正面から保護して賛成して、ものすごく論陣を張ったアベノミクスに対する経済産業省もいませんし、産業大臣もいませんし、それから経済企画庁長官もいなかった。それから憲法改正に至っては法務大臣も関係の防衛大臣も全く中立のような顔をして、支持してこなかった。もちろん中国に対してはむしろ自民党内は、反安倍という感じで、中国と親睦を結ぶという立場に出た。これではですね、安倍さん一人が政治してるわけではないんですね。アベノミクスに対してアホノミクスとか、まあこんなことを僕は言うべきではないと思うんですが、まあそういうことを言った経済学者がいることに対して、いやそんなことはないと。それじゃあ日本の経済をどうやって立ち直させるんだということを一生懸命演説して回った政治家もいない。自民党員は数百人いるのに、ほとんどそういう声が聞こえない。まあ地方議員も含めればですね、自民党の政治家っていうのはものすごく多いにもかかわらず、ほとんどメディアにも登場せず、はっきりとした態度も示さない。私はよくテレビに出てまして、評論家の人にはですね、あなた方は一体何なんですかと、台湾の状態はこうです、香港の状態はこうですという解説はするけど、それに対して少なくとも自分としてはこういう考えだということを言うべきではないか。拉致問題もそうですね。憲法改正されなければ拉致を解決することができないなんて言ってですね、そうすると今度憲法改正に行くと、憲法改正は非常に難しいと言ったりする。じゃああなたは拉致も解決しなくていいんですか、それとも日本を守る必要もないんですか、いやそんなことはないという、まあ、支離滅裂状態であったわけですね。まあ、こういった、まあ、野党のまあひどさ、それから、自民党のまたひどさ、この2つがですね、安倍さんをまあ言っては晒し者にずっとこの首相の間してきたわけですね。しかし、だからといって今度安倍さんに代わるようなきちっとした政策を述べている人はほとんどいない。私の近辺というか私が知っている政治家ですと、名古屋市の河村市長ぐらいは、それはきちっとした政策があり信念がある。まあ、河野外務大臣、今防衛大臣ですけども、まあ非常に短期間でかつ狭い範囲ですが、まあそういう兆候はあった。しかし自民党の首脳部で信頼できる発言を続けてきた人はいない。安倍さんに対する何か心理的な含みがあっても、安倍さんに対する個人的な含みによって、日本の政治を放り出すような政治家ではですね、やはりそれは信用ができないということになるんではないか。変質した安倍政治が、まあ、今年に入ってガラッと変質したわけですが、それがどういうことを意味しているのか、これこそが現在議論する中心
になる課題ではないかと思います。